工藤助綱は、平安時代末期から、鎌倉時代初期のにかけての武士、御家人。藤原南家の流れを組む工藤滝口幸次の着満。幼少期に、父、幸次が創生すると、父の遺言によりぎりの叔父である、伊藤助鹿が、後見人となる。元服の後、助綱は、助鹿の娘、万光御前をめとり、助鹿に伴われて上洛し、 平の重盛に仕える。株音曲に通じており、工藤一郎と呼ばれた。だが、スケツが在京している間にスケチカはスケツが継いだ、伊藤僧を横領してしまい、妻の万光御前をまで奪って、と言えん平にと継がせてしまう。スケチカは祖父かつ、養父の工藤助ケが、着孫の自分を差し置いて、養子の幸継に、 伊藤僧を相続させたことに不満を抱いていたためで、ある。横領に気づいたスケツネは、都で訴訟を繰り返すが、スケチカの根回しにより失敗に終わる。所領と妻をも奪われたスケツネはスケチカを深く恨み、スケチカの殺害を図って、安元2年10月、老頭に命じ、伊豆奥野の狩場から帰る、道中のスケチカを襲撃させ、スケチカを撃ち漏らすも、 スケチカの着難、河津助康を射殺する。後には、助康の妻とこの一万願と箱の兄弟が残された。妻はこう連れて、蘇我助信に再化し、兄弟は後に、蘇我兄弟として世に知られることになる。自称四年八月の源の頼朝挙兵後、平家方として頼朝と敵対した伊藤スケチカは、 10月の藤川の戦い後に、頼朝方に捕らえられて自害した。助ケの弟とされる、宇佐見広重が頼朝の挙兵当初から従い、藤川の戦いの先行で本領を安堵されており、助ケは京から鎌倉へ下って、頼朝に侵入し、広重を通して、伊藤不死なき後の伊藤僧を取り戻したと考えられる。 スケツネの子、伊藤スケトキは伊藤を名乗り、伊藤氏を継承する。スケトキの子孫は、日向国へ下校して、戦国大名の日向、伊藤氏、帯藩藩主となる。工藤スケツの墓、東鏡における、スケツ見の記事は、元略元年4月の一の谷の戦いで捕虜となり、鎌倉へ護送された、平重平を慰める宴席に呼ばれ、鼓を撃って、 今世を歌った記録である。助ケは、茂森の家人であった時に、いつも、茂平を見ていたことから茂平に同情を寄せていたという。同年6月に事情ただよりの暴殺に加わるが、顔色を変えて、役目を果たせず、戦闘にも加わっていない。同年8月。 源の利より率いる平氏討伐軍に加わり、山陽道を遠征し文後国へ渡る。文治2年4月に聖午前が鶴岡八幡宮で舞を舞った際に鼓を打っている。研究元年に、頼朝が上落した際、右この枝将廃画の不意侍七人のうちに、選ばれて三院の愚部をした。研究三年7月。 よりともの聖位大将軍就任の事例をもたらした、直死に引き出物の馬を渡す名誉な役を担った。スケツネは武功を立てた記録はなく、都に仕えた経験と能力によって、よりともに徴用された。研究元年7月、大倉御所でスゴロクの会が催され、遅れてやってきたスケツネが、座る場所がなかったので先に施行していた十五歳の家事真実を抱え上げて、 傍らに座らせ、その後に座った。真実は激怒して、座を立つと、石粒手を持ってきて、助ケの額に叩きつけ、助ケは額を割って流血した。頼朝は怒り、真実の父、佐々木森綱に蓄転した息子の身柄を引き渡して、助ケに謝罪するよう求めたが、森綱はすでに真実を偽絶したとして、謝罪を拒否。助ケは、 よりの仲裁に対し、真実に道理があったとして、佐々木親子に恨みを持たないと述べている。スケツネの真実に対する振る舞いには、よりの長心として、おごりがあったことを伺わせる。なお、工藤スケツネによる、伊藤スケ地河津スケやス襲撃そのものに、よりによる強さがあったとする、ホタテ道久の説がある。研究四年五月。 頼りは、富士の裾野で大規模な巻狩りを行い、スケツも参加する。巻狩りの最終日の5月28日深夜、友女らと共に、宿舎で休んでいたところを、蘇我助成、時宗兄弟が押し入り、スケツは、兄弟の父、河津助康のあだとして撃たれた。スケツが仲介してご家人となっていた、備前国機械神社の神官、大党内も一緒に撃たれている。 騒動の後、戦議を行った頼朝は、蘇我時宗の除名を考えたが、スケツネのこの犬ふさまるが泣いて訴えたため、時宗の身柄は引き渡され、強授された。ありがとうございます。